こんにちはみずほマンスリービューですこの番組はみずほ証券のマンスリーレポートをもとに株式市場の動向を分析し今後のポイントを探ります解説してくださるのはこの方ですみずほ証券の倉持信彦さんですよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします 今回のマンスリビュー株式ですポイントお願いいたしますはい今回は日本株の足も足踏みの背景やまあ今後の展開予想業種別戦略について解説をいたしますそれではまずは4月の日経平均株価の動き振り返っていきましょうアメリカの根強いインフレを背景に FRB の利下げ期待が後退し 東京市場でも金利動向に敏感なハイテク関連株が下落しましたイスラエルがイランを攻撃するなど中東情勢が緊迫化したのを受けリスク回帰のために持ち高を減らす動きも広がり日経平均株価4か月ぶりの下落となりました下げ幅は2022年9月以来1年7ヶ月ぶりの大きさとなりました 桜さん4月の株式相場、世界的に見ると、どういった状況だったんでしょうか、はい、4月の主要国の株価指数のパフォーマンスを見ますと、日経平均株価は4.8%の下落、ニューヨークダウは5%の下落、ドイツのダックス指数は3%の下落、上海総合指数は2%の上昇、インドのセンセックス指数は1.1%の上昇、そしてブラジル、ボベス,バス指数は1.7%の下落となりました。 先進国株がまあ新興国株をですねアンダーパフォームしています東証の33業種分類の業種別投落率を見ますと市況商品指標の上昇を受けて非鉄金属や卸売などが上位一方小売株や空運・陸運などの内需関連株が下落しましたスタイルではバリュー・配当系が優位となっていましたそれでは5月の株価のポイントを探る株式ビューです 4月に入りりまましして日本株なな展開となりました。この要因なんですがどのように捉えていらっしゃいますかはい日経平均株価は3月22日の過去最高値4万飛び888円から4月19日のザラ場には3万6733円と2月9日以来の3万7000円割れとなり高値からの下落率が約10%に達しました。 日経平均株価の下落の,です、ね、この理由につきましては3点挙げられるかというふうに思います。 まず1点目はです、ね、日経平均株価は昨年の10月の4日の安値からです、ね、3割以上上昇してです、ね、200日移動平均線からの返り率が20%超ということになったということで、まあ、テクニカル的に過、ねはい、熱感が高まっていたということがあります、うん、そして2点目につきましては FRB の利下げ見通しが遠のいたということで,です、ねうん、米国株の下げが強まったこと。 そして3点目、台湾やオランダの半導体企業の株がですね、決算発表を機にですね、えー、急速に下落したということで、まあ、世界的な半導体株の下落ということが挙げられるかというふうに思います。 まあただ、米国株は下落したと言ってもですね、S、S&P500 指数は過去最高値か,から5%台の下落に過ぎずですね、アメリカ株ではまあこの10%以上のですね、下落20、20%未満のですねー10、10%以上20、20%未満の下落というのがまあ調整局面と定義されますけれど、そこにも入っていないというところです。また、年初来の日本株の急騰もドルベースで見れば、米国株の上昇をフォロー ししたたようなな動きになっていまのので今回の日本株安というのは世界,株世界同時株安ということに影響された面もあるんじゃないかなというふうにその今回の日本株の調整局面なんですが、はい、これ、どの程度続くと見ておけばいいんでしょうか、はい、日経平均株価は調整局面に入ると3ヶ月から半年程度、まあ、ボックス圏で推移して次のカタリストを待って再上昇に転じることが多い、うん、ということが言えます。 5月10日がピークとなる2023年度の決算発表では、海外情勢の不透明要因が残存する中で、円安でも1ドル140円程度の前提の為替レートが多いというふうに考えられますので、慎重な企業業績になるというふうに考えられます。このため、決算がですね、株価上昇要因には少しなりにくいのかなというふうに考えています。当初、プライム企業の2023年度の ROE のですね、コンセンサス予想は9.3%ということですが、まあ、株価の上昇で株主資本が膨らみ、ROE が予想より上がっていない可能性があり、政策保有株の資本効率化の低下といったことにですね、改めてフォーカスがされる可能性があるかなというふうに思っています。 4月25から26日の日銀の金融政策決定会合において、日銀が政策金利を据え置き、その後急速な円安が続く中、ドル円相場は一時160円台をつけた後、介入から急反落ということで、この財務省の介入の観測からですね、急反落しているということもありますので、引き続きこの介入観測というものについては、甘ルする状況が続きそうかというふうに思います。3月までの 日米の株価指数のボラティリティはですね、まあ、ゴールディロックスを折り込んで、まあ、非常に低位で推移してましたで。足元でまたちょっと上がっえこの足元の株価下落で少し上がったんですが、また再度ですね、低下してきているということで、まあ、引き続き非常に低い状態が続いているということにはですね、今後このボラティリティが再度上がるという可能性にも留意は必要かなと、留意は必要かなというふうに思っています。 先ほど次のカタリストという話がありました今後の相場展開どのようにご覧になりますか はい。半年後に日経平均株価の次の上昇が始まるきっかけというふうに考えているものとして、次の3点が挙げられるかというふうに思います。はい、まず1点目はこちらですけれど、はい、2024年度の中間決算での業績情報修正と株主,株主還元の増加。そして2点目、アメリカの大統領選挙でトランプ前大統領が勝利するということで、経済対策ですね、減税等に対する期待が高まる。うん 可能性そして3点目、FRB の利下げがですね、秋以降ですね、えー、ようやく始まるということが挙げ,れる挙げられるかと思います。はい、で、この1点目のですね、えー、につきましては1ドル155円の円安が続けば、まあ、大手自動車メーカーなどの輸出企業の2024年度の業績は大幅増益になり、株主還元が相次ぐ可能性があります。 そして2点目ですね。こちら、アメリカの大統領選挙でトランプ前大統領の政策ということでは、中国との関係悪化のマイナス面より、先ほど言いました、景気刺激策や株式市場へのフレンドリーな政策。これがまあプラス評価として、マイナス効果を、マイナス評価を上回る面があるんじゃないかなというふうに考えています。 そして3点目の FRB の利下げについては、アメリカ経済の好調が続いた場合は、年内なくなる可能性もありますが、これはおおむね、この前の金利上昇で折り込みが進んだんじゃないかなというふうに考えています。では、今後の企業業績見通しを教えてください。はい。当初、プライム企業の純利益の変化率のコンセンサス予想は、3月28日時点での2023年度13.4%、そして2024年度8.9%と、 増益といったところから、4月25日時点では、プラス13.7%で、24年がプラス8.5%ということで、ほとんど変化はありません。そして、水保証券のボトムアップ予想につきましては、3月ですね。 この日28日時点の17.6%から4.8%というこの2023年度から24年度の動きにつきまして4月25日時点では23年度が17.4%の増益2024年度が5%の増益ということでこれもですねほとんど変化はないということになりますただですねこの未曽証券の2024年度につきましては え、このコンセンサスに対してですね、伸び率が小さいということになっているのは、この2024年度がコンセンサスより我々の方が高めだということの反動が出ているということに過ぎないということになります、うん。一方で、トップダウンの業績予想も前回から大きな変更はありません。21ドル150円を前提に、純利益は2024年度で5.9%の増益、そして2025年度は7.9%の増益、e、EPS に につきましては171ポイントと184.6ポイントで据え置きとしています。 まあ、このですね、ボトムアップ予想もそうですし、トップダウンもそうなんですけれども、足元の円安傾向が続けば、まあ、今後、情報修正になる可能性が高いというふうに考えています。では、株価指数の予想についてはどうでしょうか。はい。今ほど紹介しました、予想 EPS に PER16 倍を乗じて、2025年度ベースのトピックスのフェアバリューを2953ポイント。 NT 倍率14.5倍で据えおいて、これを乗じますと42,822円ということになります。足元 NT 倍率は14.1倍程度まで低下しましたけれど、足元の日経平均株価のトピックスに対するアンダーパフォームは行き過ぎている面があるというふうに考えるために、14.5倍を維持しました。株式市場は1年先の業績を織り込むと仮定していますので、2025年3月末の予想値をトピックスで えー、3000ポイント。はい、そして日経平均株価でですね、えー、4万3000円ということで据え,置き据え置きました。また今回はリスクファクターについては言及しませんが、前回とですね、上振れ要因、下振れ要因ともに同じというふうに考えています。はい。あの、これどうでしょう。中長期的な上昇相場にあるという認識には変更はない、変化はないということで。 いいんでしょうか。はい、そうですね、えー。ここはですね、我々、えー、上昇相場が中長期的に続くというふうに考えています。うん、まあその理由としては三点挙げたいかというふうに思います。まあ以前にもお話しているんですけれど、はい、まあ一点目は中長期的な業績拡大傾向が継続するとういうことになります。まあ名目 GDP 成長率が高まってきているという中で、企業は賃上げをしながらも利益を伸ばせる環境になってきたということ。え、うん、そして二点目は日本企業の資本コストを意識した経営の 定着とということになります3月末時点で当初の資本コストや株価を意識した経営の実現要請に応えたプライム企業の割合は54%でしたけれど、4月から5月の決算発表や6月の株主総会を経て、7月頃には開示率がこの7割から8割に高まるんじゃないかなというふうに ことこが期待されますそして3点目、個人投資家も日本株を買い始めたということです。個人投資家も新ニーサの成長投資枠で日本株を買い始めました。日経平均株価の現在の程度の下落ということであれば、個人投資家はですね、ちょうど良いこの買いのエントリーポイントというところになってくるんじゃない、になったというふうに考えるんじゃないかなというふうに想定をしています。はい、では今後の業種別戦略をお願いいたします。はい、セクター戦略のの判断の軸と ということでいきますと、三つ挙げたいと思うんですね。一つが為替の方向性。はい、そして二つ目が本格化する決算発表での2024年度の業績見通し。そして三つ目、次の株価の上昇局面での物色のリーダーが変わる可能性といったところが挙げられます。これらの視点から、今回はですね、輸送用機器と建設を中立,中立から強気へ引き上げました。 この二つですねで。輸送用機器につきましてはですね、えー、これはやっぱり円安の恩恵が最も大きいということがその背景です。うん そして建設株は急騰した不動産株に対して大きく出遅れていること。そして政策保有株が多くですね、バリエーションの低い建設株が6月の株主総会に向けてアクティビストから株主提案を受けやすいこと。そして2024年4月から建設労働者への残業規制が始まり、人手不足は続きますが、株価的にはその悪材料は一旦折り込んだというふうに考えるためです。 そしてですね、電力ガスにつきましては、株価が堅調に推移しているということもありますので、今回はですね、弱気から中立に引き上げましたで。電気につき、電気の、電気をですね、今回。 強気から中立に引き下げるということにしたわけなんですけれど、これはですね、次の上昇局面でアウトパフォームする業種銘柄が、その前の上昇局面のリーダーと異なるということが多いと先ほど指摘したことや、はい、半導体株を中心とした電気株の戻りには少し時間を要するというふうに考えているためです。そして繊維をですね、強気から中立に引き下げたのは、業種内のウェトの大きい企業の業績要素が 引き下げられたということが要因ということになります。えそして銀行サービス不動産証券の強気、えそして医薬品食品鉄鋼海運の弱気を維持しました。またスタイル戦略では大型バリューのですね、え大型バリューがま中小型あそしてグロースに対して強気という判断を維持しています。はい、倉持さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。 ミズホマンスリビュー株式でした。ご覧いただいたミズホマンスリビューいかがでしたか画面下から評価をお知らせください。またチャンネル登録もお待ちしています。